では続いて観光編に行きたいと思います。観光編のところについては観光編シリーズという回もありますので、観光編の詳しい描写についてはそちらを見ていただきたいなと思いますけど、今日は観光編でも観光編によっていろいろな臓器が連携されてるよっていうイメージを持ってもらいたいというので、少し具体的な例として観光編を取り上げさせていただきましたという感じです。先ほど循環器のところでも見ましたけど、先ほどは心不全、ここから始まって下大静脈が訴えをし、肝臓が訴えし、門脈、腸管、膜静脈、腸管が訴えしますよっていう話をしましたけど、まあ、同じような形でスタートが心臓じゃなくて肝臓、ここが訴えするよっていうようなイメージ、これが肝硬変です。肝硬変の場合はもう肝臓が硬くなっているので、肝臓に血液が入っていかない。そして血液が入っていかないときに、先ほど説明した通り動脈血であるこっちの冠動脈は割と入っていけるんですけど、門脈、特に門脈の方がどうしても血圧が低い関係で硬くなった肝臓に入っていかない。そうすると門脈が渋滞をする、腸管膜静脈が渋滞する、腸管が渋滞するという流れです。ここは先ほど見た心不全で始まった病態なのか肝臓で始まった病態なのかという違いはありますけど、渋滞をしているというような病態に関しては一緒です。肝硬変の場合肝臓スタートで渋滞していくよっていうようなイメージで考えていただければいいかと思います。そしてもう一つ、肝硬変、先ほど門脈が渋滞するよっていう話をしましたけど、門脈がじゃあ渋滞して渋滞しっぱなしかっていうと、そういうわけではありません。肝臓に入っていけないこの血液、なんとかでもここ迂回路を探してでも、迂回路を作ってでもこの血液を流さなきゃいけないっていうので、人間の体はよくできてますね。新しく血管ができます。これのことを側副血行路とかシャントなんて呼ばれますけど、門脈でこの渋滞をしてなんとか次に行かなきゃいけないなっていうので側副血行路を作るわけですが、作る先はもう多岐にわたります。もうここ今載せてますけど、これ以外でももうなんとか血液を流さなきゃいけないので、いろいろなところに側副血行路ができます。まあ、有名なところでいくと、まず最上脈経路、そして腹壁、これが肝硬変の、まあ、症状である腹壁静脈の土頂、これメデューサの頭なんていうふうに呼ばれたりしますけど、こういったのとか、あと体表に出血斑ができたりというような病態、あとは左の胃静脈から食道静脈に行って食道胃静脈瘤、まあ、食道静脈瘤が、まあ、有名かなと思いますけど、こういった静脈瘤を作ったりもします。あとは下腸管膜静脈から直腸静脈に行って痔とか腸管浮腫などを起こします。そして非静脈、これは脾臓に行くことで非機能亢進症、これによって胃出血性や貧血を起こすというようなことで、この門脈に入れなかったことによってこの側副血行路ができるのが一つ、まず肝硬変の主病態になります。そしてもう一つは、まあ、そもそも肝硬変なので肝臓の機能が落ちているというの でこの2つが肝硬変の場合は主な主病態になります。これで見ますと、この門脈に渋滞しているような病態を門脈圧亢進と呼びます。これに付随するような症状や病態のことを門脈圧亢進症なんていうふうに呼ばれますけど、先ほど見た側副血行路が発達することによる食道胃静脈瘤や、この肝臓に入らずに大循環に入ることで起こる肝性脳症、そして腹水、そして皮腫、先ほど見た脾臓への側副血行路による半血球減少症、これは出血しやすいような状況だったり貧血を起こすような病態だと思っていただければいいかなと思います。そしてそもそもの肝臓の機能が落ちているので肝臓の働きが落ちることによる黄疸、そしてアンモニアの解毒機能が低下することで肝性脳症の原因の、こちら肝機能障害による肝性脳症の原因にもなります。そして低アルブミン、側副血行路だけじゃなくてこの低アルブミンによる腹水、ここがさらに助長されます。そしてこの肝臓のホルモンの不活化が行われないことによって、さまざま雲状血管腫や症候犯、女性化乳房などの症状が起こるというので、この門脈圧亢進症と肝機能障害、これが肝硬変の主病態になります。さて、では先ほど見た流れ、
ここ血管というところで各臓器がつながってるよってイメージをまず持っていきましょうということで、まず肝臓、ここは採血でいくと AST や ALT が上がってくるよっていうのは採血シリーズでお話をした通りですけれども、まず肝臓、体で使える栄養に変えるというような働き、まあいろいろな働きがありますけれど、こういった機能落ちます。そして先ほど見た門脈圧亢進症や肝機能障害によってシャント、そして腹水ができます。腹水はまあイメージあると思いますが、血管内の水分アルブミンが肝臓で作られなくなることによって血管の水分がお腹の腹腔内に漏れます。そしてお腹に水が溜まっている状態、これが腹水です。なので血管内に水分を保持できなくなるということで、血管内の水分がお腹に漏れ出ているようなイメージです。そうすると循環血液量が下がります。体の水分量としては一緒なんですけど、血管の中に入っている水分がお腹の方に移動してしまうので血管の中の水は減ります。そしてもう一つは先ほど見た側血行路、これができることでもともとなかった血管が増えますので、血管に今まで流していた水がいろいろな枝分かれした血管にも水が、まあ、血液が運ばれることになるので相対的に血管の水分量が下がります。そうすると心臓に返ってくる水分減ります。心臓に返ってくる水分減るということはフランクスターリングの法則でいうと心臓から押し出される血液量減るということになります。そうすると心臓から、まあ、そもそも心臓に返ってくる水分が減ります。心臓に返ってくる水分が減るので心臓から押し出す酸素と栄養が減るので腎臓の腎血流量が低下をします。これさっき見た流れですよね。そしてそもそもこのシャントや腹水、そして肝臓の機能が低下することによってここで体で使える栄養がそもそも心臓に行かない、少ない上にさらに血管の水分が少ないということのダブルパンチで心臓からのそもそもの栄養も少ないという状況になります。そうなると腎臓の機能が低下をしますし腎血流量が低下をしたというふうに勘定されます。そうすると先ほどの流れと一緒で RAAK が発動します。発動しますので循環血液量を増やさなきゃというような方向に働きます。これはアルドステロンの作用によるところになります。また腹水が溜まります。今見た通りアルドステロンで水を再吸収をして血管内に水分を戻そうという働きが起こりますけど、再吸収した水分がそもそもアルブミンが低いんで腹水として水がどんどんお腹の方に漏れてきます。お腹の方に漏れていくと腹腔内が水分腹水でパンパンになります。これ肝硬変の患者さん見たことある方は分かるかもしれないですが、本当にお腹がパンパンになります。お腹がパンパンになった状況で今度は腹腔の方に水が溜まってますので、呼吸のメカニズム覚えてますでしょうか。85回の呼吸器の整理でお話をしましたけど、呼吸、息を吸うときはまずは一つは横隔膜を下げることで胸腔内を陰圧にする、もしくは胸腔のこの肋間のところを広げることで陰圧にするという、この主に2つの働きで呼吸、特に息を吸う方の働きになってましたが、ここお腹が腹水でパンパンなので横隔膜も下がらないようになるというのがここ一つ問題になります。つまり息が十分に吸えない、こっちの胸式呼吸でなんとか息を吸おうというような働きになりますが、横隔膜が下がらないので十分に息が吸えないというような状況になります。そうなるとここ胸腔内が十分に陰圧が効かないということになると、ここも覚えてますでしょうか。ここも85回のところでお話をしましたけど、呼吸器で息を吸うとき、これは外から空気が陰圧になった胸腔に入ってくるというところで息を吸ってるわけですが、それだけではなくて陰圧になった胸腔に向かってこの下大静脈の血液が胸腔に向かって吸い上げられているような形で、この下大静脈の血液が心臓の方に戻ってくるという流れになっています。なってるんですけど、先ほど見た通り横隔膜が下がらないので
十分な胸腔の陰圧が得られないということで血液が戻ってこないということになります。でそうなると下大静脈でさらに水分が鬱滞をすると腹水がさらにひどくなるというような状況になります。なのでシャント腹水、ここさらにどん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 ひどくなって、さらにひどくなると先ほど見た通り腎臓に送られる血液が減りますし、そもそも栄養が十分じゃない血液が送られます。そうすると RAK がさらに作動して水が再吸収されるんですけど、腹水としてまた漏れ出してしまうという流れになります。もう負の連鎖ですね。しかも肝臓はホルモンの不活化するという作用もありますが、肝臓の機能が落ちているので一回出たホルモンが不活化されないというので、このアルドステロン一回出るんですけど肝臓で不活化されないので、より水分を再吸収する方に働いてしまうという流れになります。そうすると腹水で溜まって循環も悪くなるし、血液量が下がって各臓器にもいかなくなって、そのうち十分息が吸えなくなるので酸素も下がりますし、まあ、ちゃんとによってここうまくガス交換できないというのも重なって酸素が下がります。栄養がいかないだけじゃなくて今度は酸素まで十分に送られない状態になります。こうやって各臓器が酸素と栄養が十分に送られないままどん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 病態が悪くなっていくというのが肝硬変の病態になります。そしてこの肝臓と、そしてこの腎血流量が下がるように起因した病態、肝硬変によって腎血流量が低下をするような病態、これを肝腎症候群なんていうふうに呼んだりもします。ただし今見た通り肝腎症候群って書いてますけど、肝臓と腎臓だけが悪くなるわけではなくて呼吸器も悪くなりますし、そのうち酸素と栄養が十分に運ばれないので心臓も悪くなる。これは肝腎症候群と呼ばれますけれども、全身の状態が悪くなるよというような病態です。さてここまで見て病態を理解するというところは達成できたかなと思いますけれども、何度も言うように我々栄養士が大事なのはじゃあ栄養プランどうするのっていうところですけど、ここについては第56回の肝硬変の栄養管理という回で詳しくこの肝硬変の栄養管理についてはお話をさせていただきましたので、こちら見ていただきたいなと思いますけど、肝硬変病態としても今見た通り各臓器に対して非常に悪さをします。そのため栄養管理としても多岐にわたります。血糖異常も起こりますし、タンパク質不代謝も起こります。塩分、これは先ほど見た水分貯留というところに関してこの塩分管理、そしてこの水分が貯留することによって腸管浮腫という病態も起こりますので、栄養はしっかりとつけなきゃいけないんですけど食不振、浮腫なども起こります。そして各消化管に静脈瘤ができて出血、しかも出血しやすい状態での静脈瘤になるので食事形態なども気をつけなきゃいけない場合もあります。なので各臓器が悪くなることで当然栄養管理も難しくなってくるということになります。なので病態を捉えるというところと、もう一つはじゃあその病態に関してそれぞれ考えうる栄養管理を展開していかなきゃいけないということになります。なので病態把握50点、栄養管理の立案で50点というようなイメージかなと僕自身は思っております。なのでここですね、肝硬変というところも一つ例として挙げさせていただきました。ただ最後本日のポイントになります。本日は心不全、肝硬変という具体的な病態で各臓器の連携関連性というところを見てきましたけど、ここぜひですねちょっと皆さんにお伝えしたいのは、ここの代謝のところとか循環の仕方とかホルモンが分かってなかったな、教科書見ようってなっちゃうとちょっと奥の意図しているところとはちょっと違うかなと思います。今回解剖シリーズを通してこの臓器のつながっているイメージ、そして各こう名称じゃなくて何が大事なのかな、解剖を見るとき何が大事なのかな、そしてそれを栄養管理にどうつなげるのかなっていうのをずっと解剖シリーズで意識してお伝えをしてきましたので、今日見た心不全だったり肝硬変だけじゃなくてこの解剖シリーズの回を見た後にぜひですね患者さんのところに行ってもらいたいです。患者さんのところに行って本当にこういう解剖
の影響でこういう病態になってるな、実際呼吸が速くなってるなとか、心拍数が増えてるなとか、あ、なんか腸管不足かもしれない、だから下痢してるのかなっていうような形で、患者さんに還元するような解剖整理でなきゃいけないなと思ってます。なのでこの解剖整理の後に教科書を開くんじゃなくて、ぜひ患者さんのところにまず足を運んでもらいたいなっていうのが、この解剖シリーズ全般を通してのお伝えしたいところです。その時に外からじゃなかなか見えない患者さんの体の中をイメージしながら解剖、そして生理学的にはこうなってるからこういう病態になってるだろうとか、この症状はこの解剖とか、こういう解剖生理学的なところでこういう症状が起こってるだろうみたいな、体の中をイメージしながらぜひ栄養管理をしていただきたいなと思います。これが解剖シリーズの最後、まとめとして皆さんにお伝えしたいところです。それではこれで本日の勉強会終わりたいと思います。ありがとうございました。